マコさん、クロムゼさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。鬼村さん、ノリペさん、フェアさんいらっしゃい。どついたろ。ビシ。うわ、許しとくんなはれ。わて、なんちゅうことを。すまん。やっぱり。たすけさんいらっしゃい。許さない。実はな、スパイはキクちゃんらしいねん。わて、キクちゃんの家のゴミ箱探ってみまして。そしたらこれや。納豆の空パックと会社の見取り図、わてらの行動をチェックした手帳が出てきましたんや。これや、おまけに今日荷物引き払ったそうや。わてきくちゃん好きやった。見逃そう思ってましてんけど、財布どんが。あ、繰り返しちゃった。ラクツ8個目さんいらっしゃい。チナさん、ラクタさん、ジョナさんいらっしゃい。ただのストーカーだったトラノスケ。空のパック、おぞましい納豆の匂いがします。会所の見取り図、会所の見取り図は極秘資料です。手帳を調べる。秘密のはずの行動が全部書いてあります。おや、今日のところに難航と書いてあります。それに、足して偶数は勝ち、奇数は死と書いてあります。何のことでしょう。足して偶数が勝ち、奇数はダメ。うん、サクさんいらっしゃい。19個目さんいらっしゃい。ゴミ捨て場ならともかく。そうだよ、空き巣もしてるんだね。何のことでしょう。聞いた聞いた聞いたよ、タラノスケ。長藩博打かな。情報を持ってどこ行くねん。わても連れてってくんなはれ。多分キクちゃんは南港、つまり大阪南港や。まだ間に合うかもしれん。こっちや、行きまひょ。大阪南港です。キクちゃんは見当たりません。まさかもう。トモさんいらっしゃい。佐々木さん、海が、虎之助が叫びました。なんと南港に潜水艦が現れました。ゲゲ、センターに納豆の文字が。ふふふふ。おや、どこからか笑い声が聞こえてきます。あ、キクちゃんです。よくここが分かったわね。そうや、納豆に情報を教えたのも、サイフドンを殺したのも、みんなうちがやったんや。裏切り者ちゃうで。裏切ったんやない、これがうちの任務や。あ、変装を解きます。あえ、マジか、わかんなかった。なんとキクちゃんは六本木で寿司を食い逃げしたあのバカ野郎女です。私は納豆の工作員さやか。佐々木地丼、お別れね。死んでもらうわ。さやかが拳銃をこちらに向けました。なんか嫌な予感がするね。カンパさん、レオさんいらっしゃい。なんやてドキュン。あかん、キクちゃん。うぐ、どうさ。虎之助が飛び出して撃たれてしまいました。キクちゃん、好きやった。ガク。虎之助は倒れました。サイレンです。警察と秘密会社の仲間たちが駆けつけました。おほほほ、仲間が来たよね。私は捕まらないわ。佐々木地丼、じゃあね。潜水艦でここから逃げるつもりです。はい、はじめまして、いらっしゃい。これね、 PC エンジンのサダキチ7っていうアドベンチャーなんですけど、もうね、終盤ですね。ロケット包丁や。
駆けつけた雁之助が叫びました。定吉は包丁を構え赤いスイッチを押しました。ドコーン。え、潜水艦は真っ二つになって沈んでいきます。ゴゴゴ、すごいな。やってくれたわね、定吉セブン。こうなったら二人で肩をつけましょう。あ、欲しかったこのゲーム。この拳銃でロシアンルーレットよ。運が悪ければ死よ。やる？やる。いい度胸ね。じゃあルールを言うわよ。この弾倉をお互いに回すの。私は一回回すわ。勝ち。定吉丼の番よ。足して偶数が正解で奇数が×って言ってたよね。足すってどういうことだろう。ロシアンルーレット、ん、どういう意味。合計じゃない、今1回回したってことは1ってことかな。今1ね、さやか。で、定吉が、さっきの書くのが可愛い。ザタラゼ兄さんいらっしゃい。さっきの、ロシアンルーレとしていいと思う。奇数が負けということは、あ、自分に向けて打つんか、ロシアンルーレットって。寄ってみたらそうでもなかった。あるよ、これ、画面オベラ。ということは今奇数だから、今定吉がロシアンルーレットをすると死ぬのか。奇数だから、じゃあ回した方がいいですね。ゲームオーバー回収もありだと思う。勝ち。弾倉を回しました。今2ですよね。今これ正解ということかね。じゃあちょっとあれしてみようか。ロシアンルーレットでは行きます。カチン、さやかは助かりました。カチン、定吉は助かりました。カチン、さやかは助かりました。カチン、定吉は助かりました。さやかの手が震えています。最後になってしまいました。定吉セブン、どうやら私の負けね。なんで裏切ったんや、キクちゃん。裏切った？違うわ。私は大阪に復讐したかったのよ。復讐やて。私も大阪生まれ、大阪育ち。でも私の家は納豆を食べてたのよ。それで周りの人に嫌われ、いじめられ。うち大阪が憎い。納豆食うて何が悪いんや。キクちゃん、あんた。定吉丼、好きやったで。さやかが拳銃を定吉に向けました。ドキュン。警官がさやかを撃ちました。さやかは海へ消えました。キクちゃん、なんでや、なんでや。大阪南港に日が昇ります。激しかった納豆との戦いも終わりました。しかし失ったもののなんと多かったことか。定吉は一人海に向かってつぶやきました。悲しい色やね。高地に流した方がいい？あ、終わった。納豆で締めちゃった。納豆美味しいのにね。納豆が一人の少女の運命を狂わせたというお話ですか？なんや、納豆のせいやないか。納豆エンドってマジかよ。エンディングを見ましょう。納豆飯の大好きな素原さんにやってほしかったんです。ぶつんくさんいらっしゃい。うん、終わった。
り方か。あんまり好きじゃない、納豆。発酵の少女の話。納豆案件取るか。納豆菌は絶対すればいい。こんなエンド納豆を食いかない。ザッパさんいらっしゃい。うん、終わったよ。ごま油と海苔入れるのが好き。そうちゃん納豆大好き。トレンド入りおめでとう。なんだろう、まったりしたエンディングだね。うん、綺麗だね。スペシャルサンクス、浦俊春、野沢勝弘、小山俊則。チーズ入れて食べたことないな。プレゼントバイティットバイハドソンソフト。夏目恭介さんいらっしゃい。あー、終わっちゃった。おしまい。あー、やっぱり教授ワテはどうなるんや。でも助けに行かんといけんよね。あこついらっしゃい。オチが待ってたな。無事事件解決しました。おしまいに引っ込まれた。納豆に拉致られたまんまだな。あ、もう何やってもダメですよ。終わっちゃったね。自ら謎解いちゃった。そうだな。キクちゃん消えたから所在がわからん。うん、ケイさんいらっしゃい、こんばんは。あ、間違えた。入れとこうか。皆さんお疲れ様でした。面白かったですね。やっぱりレトロアドベンチャーはいいですね。なかなかボリュームも遊びやすくて。シュウさんいらっしゃい、おまみいらっしゃい。うん、終わった終わった。あの潜水艦にいたら百式さんいらっしゃい。うん、クリアした。面白かったね。おしまい。納豆巻きうまうま。今回もサハラ泣いちゃったね。うん、納豆がこんなに嫌われてるなんてっていう思いで泣きそうです。嘘をつ。みんなそんなに納豆って嫌い？アンケート取ってみようか。あ、こうちゃん来たわ。嫌い？てるやん。発酵ですよあれは。聞いてみよう。納豆。エモさんいらっしゃい。おしまい。ナッチと同じぐらい納豆好き。あ、気づいたら食べられるようになった。へえ。私は大好きかな。一番、ポチ。北京のホテルで納豆を刺してこれは何だって英語で聞かれた。ダメガネさんいらっしゃい。うん、クリアした。今食べろと言われたら食べられんこともないやろうけど、食べる習慣がないか。納豆パスタに最近凝ってる。次は、現代アドベンチャーに戻るの。ですね、ちょっと
次はね、別のゲームを挟もうかなと思ってますので、アドベンチャーはちょっとお休みかな。毎日食ってもいいレベルで大好き。納豆の存在を俺は認めない。おかずがなかったら納豆にする。うん、ナイトロさんいらっしゃい。おしまいだよさあ見てみましょう、リスナーさんの納豆について。じゃん、あら疲れてるじゃない。多いよ結構。大好き 62.3、 普通 21.3、 フォロビロ約 16.3%。 そっかそっか、納豆をこの世から消し去りたまえ。ちなみにうちの小原は毎朝納豆食べてます関西人16.3%。 お前ら工作員だな。英才教育、みんなソハ姉さんに気を使って無理してる九州人やってあんな臭くて苦くて臭いもの。苦いか納豆って。あ、まあ捨てない人もいるか。私でもこのゲームをやってさ、なんだろう、こう関東と関西でこう納豆が好き嫌いっていうのが分かれてるっていう話自体がちょっと眉唾だった。関係ないよね、全国好きな人も嫌いな人も分かれてるよね。多分古くなってる苦くて臭いのもう一回お願いできません。関係ないよね。まあそういう風に描いたんでしょうね、この貞吉セブンって。面白かったですね、ありがとうございました、おすすめいただいて。一応そうだね、関西人は納豆嫌いってことになってますね、このゲームでは。結構関西ディスが多かったねこのゲーム。あー怖い人多い。そうなん。あこピピいらっしゃい、こんばんは。見れなかった部分は自分でプレイしてみる。そうですね、ちょっと7章が大変だったけど、アドバイスいただきながら。今なら問題になりそう。うん、まあこういうのもねレトロゲームのいいところですね、歯に機能を着せず。あ、そうですか、昔はそういう人多かった。実はカロリーが結構高いなと誰か買ってる。そうだったね、ナナはフラグだらけでしたね。なんでもないところの小ネタが好きだった。8は本当にそうだね、お財布丼がちょっとあれなところで、うん、思ったよりほんとつかなかったです。なんか脅した時と、個人的にはコマンド戦が好き。あ、そうでしたね、小説のシリーズがあるんでしたか。どれぐらいやったかな。22枠ですね。なので、10時間ちょっとか。まあこんなもんですね、レトロアドベンチャー初見でのんびりやったらだいたい10時間前後で、うーん、クリアできますかね。はい、クリアしました。程よい期間だね。そうだね、結構ボリュームあった方かな。銃声はね、半年かかりましたね銃声とダイヤモンドは。あれはね、80枠かかってるんで。面白かったです。ということで、どうしようかなアドベンチャーが終わって、次ちょっと週1、2ぐらいで
ホラゲンを挟むかダクソンを挟むかで悩んでるんですけど、どうしようかな。アイドル発見伝、アイドル発見伝ゼロがいい。暗記しましょう。どっちもしんどそうだけど M なの？いや M なわけじゃないよ。あ、本当にアイドル発見伝。まあ、あのダクソン1がもう1年ぐらいかけてやったんでダラダラする感じで、やるとしたら2かな。ダクソは月さんいらっしゃい。比較的怖くないホラーゲー。 TSO 絶対消さないと約束。じゃあ、この貞吉セブンのラスワークに来ていただいたギャルガンは挟まないかな。いただいたリスナーさんに、ちょっと委ねるわ。頼むよ。しろバリバリ。ちなみにダクソは2を予定してます。やめて。いや、でダクソ先輩はね来てないな。夕方来てくれたんだけど、ダクソはいいや。結構ねダクソ合わない人が多い感じがする。みんなレトロおじさんだもんね。恐怖の森はやりませんよ。あ、1だと思ってたくせに、1はね、頑張ってクリアしたんです。去年、一昨年ぐらいにね、1年かけてやったんですよ。たまちゃんいらっしゃい。ホラゲにポチ。肝心な時に連絡させ。そうなんよ、毎回来てくれる人じゃないからさ。まあ、いやよぜなんだけどね。大体わかるコメントで。おじさんじゃないもん。聞いたことないような KS ゲーお願いします。じゃあ、なんかその聞いたことない KS ゲー寄りのホラーでもやろうか。なんやねんこれみたいな。ダクソだったら協力したり邪魔したり遊べる。で、一応ね、ホラーゲーに関しては、RPG 推薦抽選会のようにしますので、何になるかわからないです。まあ、しばらくちょっとね、やってないのと、私が逃げてたのもあって、ホラーゲーに関しては。まあ、今年ぐらいは、どうしようかなと思ってて。さあ、見てみましょうか。じゃあレトロアドベンチャーに来ていただいた皆様にちょっと委ねました。いきますよ。次遊ぶゲームです。ダカ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 ダクソかな。頼むでみんな。せーのドン。ちょっとさびっくりした。一人ぐらいかな。差がひどいよ。これダクソ先輩おこだよ。お前ら言われんで。俺はサウルのためを思って。そうですか。あ、じゃあ12時か。じゃあ、ホラゲ推薦会はまた後日にしましょうかね。なんか考えとって、一作。ダクソ先輩確かにいないけどさ。誰かを押したんだな。ホラー系苦手な方か。むしろ Wiz vs ダクソだったら分からなかった。そうだね。あ、そうか、ダクソはいつでもいいか。夏のホラー系は今だけなんだよ。は
はい、ありがとうございました。なのでまあ次回アドベンチャーはレトロを遊ぶか新しいのを遊ぶかまだ決まってないんですけど、とりあえずホラゲを一本挟むということでよろしくお願いします。ホラー扱いのファミコン探偵クラブ、一応ねホラーってついてるものは全て OK にしようと思う。だからアクションホラーとかアドベンチャーホラーとか、あとサウンドノベル系のホラー、うん、あれ系全部含めて抽選会取ろうと思うんで、なんか一作考えとってください。だからなんて言うんだろう、ファミコン探偵クラブっていうのもホラーなのであれば、うん、シャレにならんそうだね、うん、とてもこう怖いよっていうのだったらもうゆるく募集しようと思います。四十八狩りもいけちゃうじゃないか。じゃあまあ定吉セブンお開きにしますか。皆さんありがとうございました。楽しかったですね、久しぶりのレトロアドベンチャー。アメナ、はい、ありがとうございました。一応ね一枠目から YouTube には上がってるんで、気になった方はまた一枠目から見ていただけると嬉しいです。その代わりちゃんと怖いやつねじゃあドラクエでもまったりしようかな。お疲れ様でした。うっかりダイヤモンド見ちゃうわなドラクエ枠取ります。おつおつです。